皆さんこんにちは、Bレジェンド染田です。皆さんこんにちは、Bレジェンド管理栄養士の布目です。皆さん見てください、こちら、はい、布目さんの大好きな北斗の拳です、うん、はい。これまあ、ね、布目さんがすごく信念を持って開発してくれたと思うんですけど、はい、このね、明日への種もみ風味ってどんな味なんですか？これはですね、うん、種もみをイメージして作ったので、うんうん、あのお茶の味をちょっとねイメージしてたので、ほうじ茶と、うん、あと玄米茶のパウダーが入ってるんですよ、うん、なるほど。なので、まあ、ちょっとほうじ茶ラテみたいな、とか玄米茶ラテみたいな、ね、そういうあの味になってるので、うん、私的にはすごくもう女性の方、今すごいほうじ茶ラテブームじゃないですか。そうですね、タピオカ入ったりとかして、うん、なのであのそういうすごい女性にはもうすごく喜ばれる味だと思いますし、うん、あとご年配の方とかもね、お茶なのですごくあの飲みやすい味になってるんじゃないのかなと思ってます。なるほど、結構そうですね、うん、パッケージからはとてもそんな味とは思えへんからそうですね、どんな味って聞かれるんですけれども、結構私は女性受けする味なのかなっていう、この、あの表はこんなバーンってケンシロウですけど女性受けするかなと思ってます ね、 確かに。僕も思うんですけど、これ作って、うん、こんなシェイカーじゃなくて、あのちょっとおしゃれな、ね、容器に入れて、うん、タピオカを入れて、うんうんうん、おしゃれなスプーンで飲んだら、うん、スプーンじゃなくてストローね、スプーンじゃなくてストローで飲んだらすごくおしゃれ な、 なんか、ね、女子受けしそうな、インスタ映えしそうなドリンクになると思うんですよね。そうですよね、そう、調理の、ね、動画やりたいんですけど ね、 そ、 うです ね、 それね、それちょっとやりたいですよね。そうなんです、これすごく合いそうな味だと思うんですよね、うん、タピオカに。もう私だって一番好きですもん、あのそうなんです、ね、プロテインの中の味で、これやっぱり、はい、さすがっすね、うん、で取れるね、タンパク質量とかあのスペック自体はあのいつものBレジェンドプロテインですねと変わらないものになります。しっかりとタンパク質も 20g 以上取れますので。そうですね、うん、すごくねやっぱり味も美味しいし人気もある商品なんで、よりね多くの人に飲んでもらいたいと思いますんでね、このね北斗の拳のプロテインとこいつですね、ケンシロウのねシェイカー、うん、こちらをねセットにしてキャンペーン価格で販売したいと思います。その名も、北斗の拳、百裂心セットですね。百裂心何ですか？あたたたたたたたあたた心は振るですね。そうです、そうです、百裂心ですね。なるほど、100回振れるっていう。そうですね、お前はもうディリティみたいな感じでちょっとやってほしいですね、はい、百裂心セットですね。なるほど、染田さんが命名したんですかそれ？いや僕じゃないですディレクターですか？ディレクターがいるんで、はい、ちょっとまあ動画と思うセンスですけど、まあいいでしょう。そうですねで通常でしたらね、セットで買うとね3750円なんですけども、うん、今回もセットで3500円にさせていただきます。なるほど、はい、販売日がね11月6日のお昼12時ですね、うん、なんとあのコーンポタージュと発売日が同じ時間帯になります、うん、こいつとコーンポタージュをね2袋買っていただいたら7000円以上超えるようになっておりますんでね。あ、なるほどね。ぜひまあそういったものと合わせてね、ぜひね飲んだことのない方とかおられましたらね、うん、このセットもお試しいただければと思います。なんかねちょっと北斗の拳、これ名前があの明日への種もみ風味なので、うん、ちょっとどんな味かわからなくて、うん、あの気になるけど試されたことないっていう方いらっしゃるかと思うので、うん、そういう方にもねぜひこの機会にあの、ね、シェーカーもあのセットでちょっとお得な価格になりますので、うん、この機会に試していただきたいです ね、 そうですね、味は私が保証します。ぜひねこの機会にお試しいただければと思います。はい、それではねこちらの百裂心セットがあたたたたたが良かったと思う方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。